小池百合子都知事の学歴詐称疑惑が一部メディアで指摘される中渦中にあるエジプトのカイロ大学が小池氏が1976年に卒業したことを証明するとの声明を出しましたカイロ大学が8日付で出した声明では小池百合子氏が1976年10月にカイロ大学文学部社会学科を卒業したことを証明する 卒業証書はカイロ大学の正式な手続きにより発行されたと説明していますまた、日本の一部メディアがカイロ大学の卒業証書の信憑性に疑問を呈していることについてカイロ大学およびカイロ大学の卒業生への名誉を毀損であり看過することができないと批判した上でエジプトの法令にのっとり適切な対応策を講じることを検討していると警告しています